はい、こんにちは、横山武史です。今日は神様のお話をします。非常に怪しいと思うんですけど、怪しい人もいると思うんですけど、まあ、怪しい人は読んでないものとして、見てないものとしてお話しますけど、神様って僕の中ではですよ、これはいろんな意見があっていいんですけど、でみんな素晴らしいなと思うし、いろんな神様いるなと思うんですけど、大きく分けて2ついると思います。外に、神様を見出してる人、もしくは自分の中に見出してる人で、僕はこっち派です。自分自身の中に神様がいるし、自分自身が神様だというような感じです。だから、どういうんですかね、自分、そして自分の中にいるっていうことは目の前の人にもいるわけですよね。だからその人を大切にもしないといけないし、神として扱わないといけないっていうわけですよね。ただこれをやっちゃうと、三角形じゃないけど、なんかね、会社組織みたいになっちゃうというか、まあそれもいいんですけどね、まあ、いろんな段階があって、いろんな学びがあって、いろんな気づきがあって、それぞれいい悪いじゃないんですよね、何でも。学べるか、そこから気づけるかとか、いろんなことだと思うんで。だからその中、自分の中に神様がいると考えて、そして目の前の人にも神様がいると。で、それぞれもともと一つだと。で、僕らは手でもありますけど、ここが自分かなと思って、別々の人かなと思って、全然敵かなとかぐらい思ったりね、ライバルかなとか思うんですけど、ここの手のひらのところに行くと、全部一緒だったとかいうふうに、そういうふうになってますんで、隣も神様で、みんな神様で、だからみんな、敵とか味方とか、そういう宗教観とか、全部そういうのってなんかね、国同士とか、全て一つつながりっていうかね、元は一つなんで、そういうような世の中になっていくんじゃないかなと思っております。だから正しいことよりも楽しいことっていうことは本当に正しいなと思って、だからこっちも、あ、こっちはこっちで楽しいんですねでいいと思うんですけど、どっちが正しいかじゃないんですよね。じゃなくてどっちもいいじゃないですか、別にね、みんな楽しくやれば、はい、そういうことだと思ってますんで、別にあなたに強要するつもりもないんですけど、そういうような気持ちで考えてみると、よく神様っていういろんなところで言葉が出てくる、占い師やら何やらでもね、テレビでも本やら何でも、そんな時に、こっちだと考えてみることによって、何かあなたの考え方とかがより柔軟になるんじゃないかなと思っております。以上です。ありがとうございます。